山下智久は日本の男性歌手、俳優である。1985年に千葉県に生まれた。男子アイドルグループユースの元メンバーで、脱退後の2011年10月からはソロとして活動する。1999年14歳の時に恋で連続ドラマ初主演を果たした。2005年11月のぶたをプロデュースで共演した亀梨和也と期間限定ユニット修士とアキラを結成した。2015年は難役に挑戦したアルジャーノンに花束をで第19回日刊スポーツドラマグランプリ主演男優賞、5時から9時まで私に恋したお坊さんで助演男優賞とダブル受賞し、俳優として充実した年となった。自分に厳しく素敵な芸能人である。